明日にかけて上空の非常に強い寒気が南下してきます。大気の状態が非常に不安定となるため、東北の日本海側から北陸地方は落雷や突風、雹に注意をしてください。そしてこの寒気が南下してくることによって、現在は北日本から北陸地方雨が中心となって降っているんですが、夕方以降はこの雨が雪に変わる見込みです。明日にかけてはこの雪が強まります。大雪や雪崩にも注意をしてください。そしてもう一つ注意が必要なのがこの低気圧です。この日本海側にある低気圧が発達しながら北海道に近づいてきます。このため風も強まります。東北地方は明日にかけて瞬間的に35メートルの風も予想されており、猛吹雪や高波にも警戒が必要です。この状態が明日のお昼頃にかけて続きます。吹雪によって視界が悪くなります。車の運転などは慎重に行ってください。明日の全国のお天気です。明日は西日本から関東地方、晴れてもあまり気温が上がりません。このところ暖かい日が続いていた関東地方もぐっと気温が下がるでしょう。北風を伴うため数字以上に寒く感じられるそうです。体調を崩さないようにお気をつけください。